はい、どうも、バルコンです。今回紹介するのは、今人気の暗殺教室の作者、松井先生の前作の漫画、魔人探偵大神ネウロ。謎を食べて生きている魔人、ネウロが魔界の謎を食い尽くしてしまったために、新たな謎を求めてこの地上にやってきます。で、謎を食べるためにいろんな事件を解決していくんですけど、協力者が欲しいってことで女子高生の葛城亜子に接触して無理やり探偵を演じさせます。もちろん事件は全部ネウロが解くんですけど、でそんな感じで事件に挑んでいったり、時には犯人、犯人っていうか敵とかと戦ったりもします。この漫画は推理ものとしても普通に面白いですし、あとバトルシーンも結構あるので、バトルものとしても楽しめて、本当面白いです。個人的にはなんですけど、暗殺教室よりも僕はネウロの方が面白いかなと思います。バトルシーンのネウロはすごいかっこよくて、魔界777つ道具とか、魔帝7つ道具っていうのを使うんですけど、ちなみに僕の一番好きなキャラは、葛西善次郎っていう放火魔ですね。こんな感じで手から火を出したりします。はい、ということでこちら全23巻、この松井先生が書く独特の松井ワールド、ぜひ読んで堪能してみてください。小説とか、あとよくあるなんか解説書みたいなのも出てるんで、よかったらこっちもチェックしてみてください。以上、魔人探偵能神ネウロの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。